マリの皆さん、こんばんは。秋葉原こと秋葉で、今日はね、大阪裏難波に来ております。いつものごとく、このあの繁華街っていうかな、この路地裏を入っていきましょう。なかなかカジュアルチックなお店やろ。ちなみにね、あの今日はちりとり鍋いうのをあの4人で来てるんで、4人前頼んでみました。ということで、本日も乾杯。うまいね。日本酒いっぱいあるな。このホルモン鍋のホルモン、こんな感じです。いっとこ、うん、やっぱりは、この酒飲みコリコリ食感のさ、ちょっとこの濃いめの味付け、これたまらんよな。これで目の前にあるビール、これいっときます。最高やな。ということで、このね、ちりとり鍋のこのホルモン、これうまいで。ここどっちかっていうと割安みたいな感じやねんけどな。うん、今シナビゲーター持ってまして、オッケー。こういう料理にはクレとかの花葉っぱとか、ホルモンがめちゃめちゃ大きい。これでビール、はい、うまいな。このホルモンの煮たやつ、煮込んだホルモンめちゃめちゃうまいぞ。うん、うまいうまい。この手はなんやねん。ほんまにな、コリコリ食感のこの、なんていうの、甘辛いっていう、あの出汁っていうの、煮込んだやつ、あのすき焼き風みたいですよね。めちゃくちゃうまいで。これがまたビールによ合いまんねん。つうことでビール、うまいねー。そう、これこぼれるのがいいんやよな、これ。これがいいんや、こぼれが。このさ、ちりとり鍋、こんだけ大量のホルモン取ってしまいました。つうことで言っておきます。ありがとうございます。よかった、3番チェック。結構変わりだ。うまい、この甘辛いタレがたまらんね。これでビールやからね。なくなってもうた。ということで、本日はこちらの通りおもんさんにお邪魔して、ホルモン鍋を食べてみました。男4人でね、来てみて、なんやかんやで鍋頼む分にはええんやけれども、ほんまにね、いろんな食べ物が食べれて、ほんまに美味しかったです。だからほんまにお近くにお立ち寄りの際はまた来てみたらどうかなと思います。ということで、皆さん、いつもながら長々のご視聴ありがとうございました。ということで、ね、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでまた Twitter と Facebook、それのブログのシェアもお願いしますね。ということで、さようならー。